はい、こんにちは。今回ですね、中古車を買うときにレンタカーだった車を中古車として買うのはマジでやめた方がいいよって話をします。まあこれはどういうことかっていうと、まあレンタカーありますよね。まあレンタカーだけじゃなくて、カーシェアリング、まあそういう車両って基本的にリースで買われてるんですよね。ね、大体3年とか、まあ5年とか、まあそれ以内に、リースアップして、まあそれがオークションに出たりとかしてね、そうそう。で、レンタカーってこう入れ替わっていくんですけど、このレンタカーっていうのは、まあ、もともとね、これレンタカーだなっていうのはわかるんですけど、まあ仕入れる人もいると思うんですけど、まあ私は絶対仕入れません。これはまあなぜかっていうと、状態が良くない場合が多い。うん。自分の車、そう、個人の人が買って、新車を買って乗る車と、レンタカー、カーシェアリングで使う車って全然大事にされてないんですよね。結局自分のものじゃないっていう感覚の人が多い。そういう人がよく使うのが、まあ、レンタカーとかカーシェアリング。まあこれはね、まあ最近もニュースになりましたよ。沖縄かどっかで、まあ、輸入車の、まあ、ジープ、まあ、ジープラングラーね、これを沖縄のね、その観光客がですよ、沖縄の人とかじゃなくて観光客が海にね、そのレンタカーをね乗り入れて、車の上に乗って、で、写真を撮る。で、インスタ映え。それを狙って写真を撮る。まあ、そういう民度の人が非常に多い。全くその車を大事にしない。まあ、そういう人が乗るわけですよ。でね、やっぱ海の中入れば、ね、まあ、下回りね、錆びちゃうよね。そんなので入っちゃうと。で、それが3年後、4年後ね、オークション流れて、それを次の人がね、買うってなった時に、やっぱ、下回りが錆びちゃったりとかね。で、あとはね、基本的に傷だらけ。そう、レンタカー乗る人って本当に傷つける。傷つけるし、それをまあ黙って返すし、本当ね、ひどい乗り方をしてる。今、レンタカーって言っても、まあカーシェアリングとかも一緒だけど、結構ね、いい車、輸入車だったりとか、まあスポーツカーだったりとかね、結構ね、いい車がレンタカーとして貸し出されてるわけ。まあもちろんね、今の需要的に、まあこういう、例えば YouTube やってる人が撮影で使ったりとか、まあなんかのイベントとかで使うときに、こういうレンタカーとしてね、こういうのが需要があるということで、まあ入ってるんですけど、ただ、ほんとね、使い方がマジで雑なんですよ。スポーツカーのね、レンタカーがあって借りるとするじゃないですか。なんかアホみたいに空ぶかししたりとかね。そう、エンジンをね、ワンワンってね、吹かしたりとか、で、変なアホみたいな乗り方をして、まあ、ぶつけるとか、まあ有名な、まあそういうね、カーシェアリングが有名なとこ、まあ名前は出さないですけど、まあそういう車を、整備をやってる人を知ってるんですよ。そう、知り合いにいて、で、やっぱその人がやっぱ話を聞くと、本当にひどいと。やっぱ事故とかもめちゃくちゃ多いらしいんですよ。レンタカーとかじゃなくてカーシェアリングの場合だったら、車を借ります。ぶつけました。そのまま戻します。ね。傷はそのまま。ひどいのバンパーが落ちてるやつとかね。それを元に戻すだけ。なんか走行不能になってレッカーで運ばれてきたと思ったら、腹底をね、擦ってて、まあ、オイルパンに穴が開いてるとかね。もうね、本当ね、やっぱね、自分のものじゃない、自分の車じゃないってなった瞬間に、やっぱ雑に扱うんですよ。確かに、まあ3年とかでレンタカーこう入れ替わったりしてね、中古車の市場に流れてくるけど、見た目じゃわかんないダメージは、蓄積されてると思う。本当にね、無駄にぶん回したりとかしてる人いっぱいいるから。で、確かに走行距離は伸びてなかったりすると、あ、いいなと思うかもしれないけど、実際不特定多数の人が使ってるわけですよ。そう、どんな乗り方をしてるかなんて一番わかんないんですよ。まあ車をね、中古車を買いに行こうとした時に、まあいろいろ見て回った時に、まあ年式が新しめのね、まあ、高年式の車があって、これもともとレンタカーでしたみたいな、うん、だからいいですよみたいな多分感じで言ってくると思うんですけど、マジレンタカーの時点で怪しいと思った方がいいですよ。いや、マジでどんな乗り方してるか全然わかんないですからね。何なんでしょうね。やっぱね、自分のものじゃないっていうと、やっぱそういう使い方になっちゃうのかな。海の中を乗り入れたりとかね、入ったらいけないとこ行ったりとか、本当に今ね、やっぱ SNS とかね、まあインスタとかで、もうその映えることになんか必死になりすぎて、でも多分自分の車だったらやんないとか、でもなんか山奥とか行く時でも、狭い道とかね、もうすごい砂利道だったりとか、もう木の枝がね、生い茂ってるとこを走っていく時とかに、まあ多分自分の車じゃ行かないけど、まあレンタカーだからいいやっていうね、そう、カーシェアリングの車だからいいやとか、借りてる車だからいいやとか、まあそんな考え方になるんですよね。そういう民度の低い人が乗る傾向が多い。
で、あとはその観光地も沖縄もそうだけど、結局その旅行で来てる人が乗るから、まあ テンション上がってね、やっちゃってる部分もあるかもしれないけど、ね、そのボンネットに座ったりとか、天井に乗ったりとか、この前もありましたね、なんかレンタカーを借りて、あの撮り鉄って言われる人たちですかね、まあ電車とか撮る人ね、レンタカーの、あれはね、アクアだったかな、ヤリスだったから、天井の上に乗って写真を撮るみたいな、それさ、人から借りた車やでって、そのどういう教育を受けたらそういうことになるのか全くわからんんだけど、自分の車やったらいいよ、そのね、知らんよ、その天井がへこもうが何しようが傷つこうが自分の車だったらいいけど、そのさ、借りてる車をね、そんな使い方をするわけですよ。で、いや、お金払って借りてるからみたいな多分テンションだと思うんですけど、そう、借りた状態で返すのが当たり前でしょ。その例えばワンピースの本をさ、自分の本をよ、友達に貸して友達が1週間後ぐらいに返した時に、なんか曲がってたりとかね、コーヒー牛乳のシミとかね、そんなのだったら多分絶対切れるじゃないですか。まあ自分ぐらいいいやろみたいな、これぐらいいいやろみたいな、そのね、感じでね、乗っちゃう人が本当に、ね、残念ながら多い。で、今からの時代、あの車を所有するっていう文化がどんどん減っていく。まあこれは多分仕方ない部分にはなると思うんだけど、っていうことは免許を取って初めての車買うっていう選択肢じゃなくて、免許は取る、初めての車所有はしない、借りた車をカーシェアリング、レンタカーで過ごす、多分こういう人がどんどん増えていくってなると、最初からその車を所有して、なんか愛車みたいな、そう、自分の車みたいな感覚で乗る人が多分どんどん減っていくってなると、やっぱりその使い方がやっぱ雑になるし、自分の車だったら、あ、中でお菓子は食うのは嫌だなとかね、そう、自分の車で、でも借りてる車だったらまあいいやみたいなね。で、アイコね、タバコとかアイコスとか吸うし、そういう状態、不特定多数の人が乗ったような車がレンタカーなんですよ。そう、だから中古車を探してる人で、まあレンタカー、もともとレンタカーでしたってなると、あんまりネガティブな印象を持たないんですよ。逆に言うと、あ、誰のものでもなかったみたいな。まあ感覚で言うと、まあディーラーとかにある試乗車、まあ、そこまではいかないけど、感覚そっちに近い。なんかいい状態なんじゃないかなって思うかもしれないけど、結構酷使されてる場合が多い。まあ走行距離がまあ短期間でね、伸びてたりとかするからね。で、そうするとオイルのメンテナンスがね、もちろん、まあ、リース車両なんで、整備メンテナンスするけど、極端に乗る場合もあるんですよね。もうなんかいきなりもう、まあアクセル全開でみたいな。そう、なんか変な乗り方してる人もいっぱいいるから、それだけじゃケアできないぐらい酷使されてる状態の車っていうのも、混じってるっていうのも事実で、でこうやってね、なんか海に乗り入れたりとかで、それがやっぱ蓄積されていくわけで、でみんな傷だらけだしね。だから、ね、基本的にレンタカーっていうのは全部板金されてると思った方がいいです。その展示場に並んでます、中古車として。もともとレンタカーでしたっていうのは基本的にこう板金されたやつだろうなって思った方がいいです。まあ、皆さん旅行で ね沖縄行ってレンタカー借りた時にボコボコのレンタカー来ません？傷だらけやなこの車っていうの多分多いと思うんですけど、まあ、沖縄に至ってもまあ観光客がほとんど乗るし、海外の人も乗ったりするから、でその海外の人が乗るとまたね、やっぱ文化の違いもあるから、もうとんでもない状態になるんですよ。なんで私は、まあ、レンタカーとかね、絶対中古車、まあ、オークションであるけど絶対に仕入れない、全く信じてない。その不特定多数になればなるほど、わけわからんやつが乗ってる可能性も高くなるからね。でなると、いい状態かって言われると、もうそうじゃないと思ってる。だからやっぱ業界にいる人とかだったら、レンタカーってそんなにポジティブなイメージは持ってない。わあ、また雑な乗り方されてんだろうなとか、まあそんな感覚で見てるからね。なんで皆さんね、まあ、今10月になって、まあ中古車業界もね、支払い総額に変わったりとか、こう変革が起きてる状態で、まあ、車を探しに、まあ、車をね、中古車を探そうとしてる人がいて、まあ、元々どんな車だったのかとか、前のオーナーさんはどうだったのかっていうのを、まあ、聞いた方がいい。で、整備記録簿があると思うから、まあ、それはもう見た方がいい。逆に言うと、整備記録簿がないような車は、まあ、買わない方がいい。うん。どんな乗り方されたかなんて全然全く分かんなくなっちゃうから、皆さんがね、こう納得いく商品をね、納得いく金額で買えるようにするためには、うん、個人的な意見で言うと、レンタカーとかカーシェアリングで使われたような、まあ、リース車両こういうのは手を出さない方がいいと思います。はい、ということでね、今回はね、ちょっとまあね、本当民度が低い人が結構使ってるんでね、レンタカーっていうのは、まあ、そこの注意点っていうかね、まあ
注意し、まあ、そこら辺の、ね、注意してほしいなっていうことがあったんでね、まあ、お話ししましたけど、またね近いうち動画上げていくんで、よかったらチャンネル登録とサブチャンネル登録と高評価コメント、あと X のフォローよろしくお願いします。バイバイ。